そうですか。でも私、洋服は…持ってきてないよね。はい、すみません。あ、まあ、なければ仕方ないけど。ご用意してありますよ。みやびさん、本当ですか？ええ、こういうこともあろうかと思いまして。さすがみやびさん。洋服を持ってくるなんて、私、考えもしませんでした。ほとんど洋服を着ることはないものね。でも、こういうところなら思い切った格好もいいですよね。そんな思い切ったってほどじゃないよ。でも、着慣れないので笑わないでくださいね。笑いません。絶対ですよ。約束するよ。では、カオル殿にはこちらでお待ちいただいて。クルーザーで着替えてまいります。行ってらっしゃい。すぐに戻ります。葵ちゃんの洋服か。どんなだろう。洋服といえばスカートじゃないだろうな。これから森に行くわけだし、これじゃまるでピクニックだ。だったらなんだろう、探検隊みたいな。いや、まあそんな格好なんてしなくたってね。探検隊じゃないんだからさ。でも森を行くとなると。何をバカなこと考えてるんだ俺は。いくら葵ちゃんが思い切った格好って言ったって、でもちょっと興味あるかな。まあオーソドックスに考えるとジーンズだろうな。あ、いいな。いつもと違った感じでとてもいい。普通の格好をすると可愛さが余計に際立つな。なんちゃって。早く戻ってこないかな。お待たせしました、カオル殿。あ、みやびさん、葵ちゃんは？こちらです。あ、カオル様、いかがですか？いや、なんて言ったらいいか、その言葉にならないな。やっぱり洋服は似合いませんでしょうか？それはない。そんなことは全然ない。よかった。着慣れないものを着たので不安でした。葵ちゃんのこんな格好めったに見られないから新鮮だね。そんなにじっと見られると恥ずかしいです。思わず見とれてしまったよ。そんな、カオル様。今の葵ちゃんを見られただけでここに来た甲斐があったよ。私もその言葉を聞けただけでここに来た甲斐がありました。このままずっと葵ちゃんを見ていたいな。もう、カオル様ったら。みやびさん。島の探索ですが、どこから始めましょうか？あ、そうだな、どこから始めよう。あ、向こうに道が見えます。え、どこ？向こうです。砂浜の切れたあたりに。本当だ。みやびさん、見えますか？ええ、島の内側に向かっているようですね。
あの小道から島の中央に行けるんじゃないですか？なぜあの小道を？あの小道、どう見ても人の手が入ってますよね。はい。だから小道に沿って行けば人の住むところに着くと思うんだ。なるほど、一理ありますね。誰かがいれば助けていただけるかもしれませんね。救助を呼んでもらうことはできるんじゃないかな。ではそろそろ動きましょうか。そうですね。じゃあ出発だ。はい。静かだな。こうしてると散歩してるみたいな気分だ。本当ですね。洋服の葵ちゃんとこういう風に歩くのは新鮮な気分だな。新鮮ですか？いつもの着物も好きだけど、今の葵ちゃんも可愛いと思うよ。そう言っていただけると嬉しいです。それにしてもその服とても似合ってる。カオル様がお喜びになるなら時々洋服を着ようかな。いいね。その時は一緒にお出かけしたいです。楽しみだな。葵様、あまりお二人で外に出られては。わかってます。申し訳ありません。いつかそんな風に一緒に歩けたら。はい。みやびさん、本当に葵ちゃんのことを大切にしてるんだな。あ、カオル様。どうしたの？あ、みやびさんの背中に雲が。行ったらみやびさん気絶するかも。どうしたんですか、お二人ともさっきから。いや、別にどうということは。カオル様、私がみやびさんと話している隙に。え？俺もそんなに苦手じゃないわけでは。非常事態です、申し訳ありませんが。しょうがないな。そっとつまんで。カオル殿、後ろで何を。あ、みやびさん、振り返っちゃダメ。うわぁ！あ、みやびさん、捨てました。うわぁ！カオル殿、こちらに近づかないで。もう持ってませんから。うわぁ！みやびさん、背中にいたのをカオル様が取ってくださったんですよ。背中に？どこですか？もういませんよ。驚かさないようにと思ったんだけど。お見苦しいところをお見せしてしまいました。みやびさん、本当に虫が嫌いなんですね。早く森を抜けましょう。行きますよ。結構大きな川だね。嵐で少し水かさが増したのかもしれません。カオル様、森の向こうに何か見えます。あれは？屋根の先？いずれにしろ人工物であるのは間違いありませんね。屋根の先か。誰か住んでるといいね。急いで行きましょう。さて、この川をどうやって渡るかだね。橋は見当たりませんね。そうだね。他に何か渡る方法はないのかな。普段はどうやって渡っているのでしょう。いつもはこんなに大きな川じゃないのかもね。
カオル殿、向こうに飛び石があるのですが。飛び石？おそらくここから向こう岸に渡っているのでは。言われてみるとちょうど飛んでいけるような感覚だね。はい。洋服に着替えてきて正解だったね、葵ちゃん。着物では飛んで渡るのは難しかったでしょうね。まあその時は俺がおぶってでも。そんな危険なことをされては困ります。そうだよね。さあ渡りましょう。慎重にお願いします。はい、気をつけて渡ります。俺が先に行くから俺の手に捕まって。はい。ゆっくりでいいから。えい。うまいうまい、その調子で。はい。捕まって、もう一つ。はい。最後。えい。渡れた。渡れました。みやびさん、大丈夫ですか？ええ、こちらはご心配なく。それじゃあ、先に進もうか。はい。なんだか、普通の建物ではないみたいですね。そうだね、なんだか研究所みたいな感じだけど。そのようですね、看板が見えます。研究所ですか。この様子だと使われなくなって随分経つみたいだね。お庭の手入れしばらくされてなかったんでしょうね。草が伸び放題。入り口に向かうのは手間取りそうですね。誰もいなさそうだし、入れるかどうかも怪しいよ。入れたとして使える通信手段があるかも疑問です。無駄足ですか。まあここにはなさそうというだけでさ、他を。カオル様、今のは何でしょう。きっと風が吹いただけだよ。でもこっちに来る。カオル様、二人を守らないと。ここはどうしようか。葵ちゃん、みやびさん、先に中に入ってて。カオル殿、何をなさるおつもりですか。みやびさん、俺がおとりになってる隙に葵ちゃんと中に入っててください。そんなの嫌です。カオル様も一緒じゃなければ私。葵ちゃん、俺も後で必ず行くから。でもいざとなった時も一人の方が動きやすいんだ。やっぱりダメです。私もカオル様と一緒に。カオル殿、おとりの役なら私が。みやびさん、お願いします。カオル殿、俺を信じてください。カオル様。葵様、ここはカオル殿の言われる通り。様を置いていくなんて私には。葵ちゃん、俺を信じて。カオル様を信じてないわけじゃ。カオル殿、ケムクジャラの何かが俺の胸に。
獣？みやびさん、カオル様が、カオル様が。うわ、爪がある。あいて、カオル殿、しっかり。カオル様、今私が。小さいけど、すばしこい。あ、指を。カオル殿、失礼します。あ、そこじゃなくて、みやびさん。いました。こっちも押さえた。あ、飛び出しました。あれ、カオル様、カオル様、大丈夫ですか？まだ近くにいるはずです。気をつけて。私の大切なカオル様を。大丈夫、見てごらん。え、ほら、そこで怯えちゃってる。これはうずめ。どうしたの、うずめ、こんなところに。うずめだったんですか？そう、うずめが俺たちについてきていたみたいだ。驚かされました。大変申し訳ございません。私の監督不行き届きです。いいえ、うずめだと分かれば一安心です。でも、なんでうずめがここまで来たんだろう。ええ、クルーザーに置いてきたはずだったのに。ティナが連れ出したのかな。ティナさんが？そうかもしれませんね。ウズメも島を探検したかったのかも。カオル殿、そんなはずは。お手伝いしてくれるつもりかもしれませんよ。葵様まで。とにかく中に入ろうよ。はい。ウズメ、おとなしくしてるのよ。入り口の近くに配電盤があると思うのですが。暗くて何も見えません。配電盤か。手探りで探すしかないね。こちらにはなさそうです。こっちもただの壁だね。こっちには空間が。ん？何かあった？どうしました？手に何かベタベタしたものが。ベタベタしたものというと。もしかして。あ、葵ちゃん、行っちゃダメ。クモの巣です。遅かった。すみません、カオル様。仕方ないさ。もうダメです。ここから一歩も動けません。みやびさん、しっかりしてください。そう言われても、こればっかりは。早く配電盤を探して明るくしないと歩けませんね。迂闊にあちこち触らない方が良さそうだな。ん？なんですか、カオル殿。大丈夫、虫じゃない。何ですか？あった、ここにレバーがある。配電盤が見つかったんですね。そのレバーを上げればいいはずです。ん？硬いな。カオル殿、早く。えい。助かりました。カオル様。葵ちゃんも。カオル様、埃だらけです。葵ちゃんだって。